営業部長キラ夏子、7話はもう本当にこのドラマの中でもすごく重要な回になってるんじゃないかなと思うんですけれども、僕が今まで寡黙でクールに演じてきた一条がこの7話でスパークするというですね。いやまあでもまあ最初ねその台本もらった時にまあ約 4,5 ページぐらいですかね、ほとんどまあ僕のセリフっていう感じだったんですけど、まあ本当にこう見せ場があるっていうのは嬉しいことなんで、意外にこうさらっとやれたっていうのはまあ嘘で、もうだいぶ前からセリフをこう入れて少しずつ10日前ぐらいからですかね、着実にセリフを入れてったっていうね、地道な、その準備期間っていうのをね経て臨んだ撮影でしたね。覚えれないからねまあ本当に正直言っていいのかと、こんなに言っちゃってってぐらいね、いろいろスパークしてますから、本当にいろんな意味でね刺激を与えられる、そんな回になってると思いますので、ぜひキラ夏子第7話見てもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。